勇気。夜も更けた頃、男が水辺の近くを通ると、霧の奥からゆらーっと赤子を抱いた女が現れ、話しかけてきた。この赤子を抱いてはくれないか。男が赤子を受け取ると、途端に赤子は石のように重くなり、身動きが取れなくなってしまった。笑いをこらえきれなくなった女の目線は水辺へと向いていた。男が視線の先へ目を向けると、水辺から牛の顔をした大きな化け物が姿を現し、男に襲いかかってきた。男はなすすべもなく、無残に食い殺されてしまった。ねえねえ、起きて。チンチンチン。うー、ドロ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 。こぼれ落ちるヤマトナデシコ。アナコとイグサ、妖怪じゃよ。夢の中で恐ろしい物語聞こえた？ほほほ。今日は、世にも恐ろしい、勇気の話をするよ。ドロドロ。まずは私が頑張って作ったシートを見ていきましょう。今回は力作ですから、姿はこんな感じ。よく見る牛鬼の絵は牛の頭に熊の体なのだけれど、実際の姿はこんな感じなの。頭は牛さん、上半身は人間、背中にカブトムシのような羽があるんだ。あとね、長い尻尾があるよ。ヌラリオンの孫の牛鬼はかっこいいのにな。なんでかな、なんでかな。あとね、姿の似た妖怪に土蜘蛛さんがいるのだけれど、それはまた別の話。人間同士の差別によって生まれたんだとか。土蜘蛛さんの詳しい話は V ジャンプレイの記事に載せるね。気になったらぜひ読んでください。気にならなくてもよろしくお願いします。異物が残っていたり、地名にまでなっているケースもある牛鬼さん。目撃情報は海岸や川、沼、湖、各地の水辺がほとんどなんだ。鎌倉時代の歴史書吾妻鏡には、浅草にある隅田川に牛鬼が現れて、何人も人が亡くなる大事件があったと書かれているんだ。牛鬼は人間を深く恨んでいるのだけれど、江戸時代の浄瑠璃、牛御前の五本地という物語で、その理由が語られているよ。時は平安時代。ある牛の年の、ある牛の日の、牛蜜時に。清和源氏の一族である源道仲のもとに男児が生まれた。男児は源頼光の弟でしたが、牛の角と牛の顔を持って生まれたため、父道仲はこのまま生かしておくわけにはいかないと、女官に殺しておくよう命じました。しかし女官は殺すことができず、山の中で密かに育てました。時は経ち、大きく成長した男児は牛御前と呼ばれるようになりました。ある日、道仲は御前がまだ生きていると知り、妖怪退治で目覚ましい功績を挙げている源頼光に弟である牛御前の始末を命じました。牛御前は戦いながら関東まで逃げ延びましたが、討伐の手はやむことがなく、最後は隅田川にその身を投じました。沈みゆく御前は大きな牛の妖怪へと姿を変え、暴れ狂い
人間への怨念を映し出したかのような表情を見せ、川底へ消えたそうな。加速か。辛すぎるよな。非常に残忍で妖力の強い吸気。一族はその妖力だけでなく、恐ろしい呪いも継承されているの。勇気を殺した人間は、勇気となる。人間を助けた勇気は、その命を奪われる。あれ？勇気が人間を助けることなんてあるの？って思ったでしょ。和歌山県の伝承で、なんと勇気が、人間を助けたという話があるの。昔、川辺を歩いていた少年が、お腹を空かせた少女に食べ物を恵んであげたんだ。それから2ヶ月後、豪雨で川が氾濫して少年が流されてしまったのだけれど、あの時の少女が勇気に姿を変えて、少年を助け出したの。でもね、その少女は呪いによって、真っ赤な血を流しながら溶けてしまったんだ。さて人間、この時間が来たよ。よく考えてほしいんだ。怒りと憎しみから人間に対して残忍になった勇気。恐ろしい呪いを背負って生きていくことになるけれど、あなたが勇気になったら人間どもを駆逐する？それとも命を引き換えにしてでも人間を助ける？教えて、現代の人間たちの思い。妖怪を知りたいよ。答えが出た頃にまた来るね、ドローン。前回のカラカサ小僧のアンケート結果が出たよ。雨宿りしていて、美女に渡された傘がカラカサ小僧だったらどうする？という質問。さーて、結果はどうなったのでしょうか。チャカ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 、みでん、みんな使うんかーい。すっげー、スマホ片手の現代の人間、恐れおののかせられる気がしねーや。すっげー。この後ツイッターで勇気についてのアンケートを行います。V ジャンプレイには勇気にそっくりな妖怪、土雲さんについての話を添えているよ。そちらもぜひ見てね。YouTube の高評価とチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。また見てね。